三輪明宏バラ色の日曜日スペシャル愛の手引き書2015。あ、ハッピーニューイヤー、ごきげんよう、三輪明宏でございます。明けましておめでとうございます。 TBS アナウンサー安藤博樹です。いや、三輪さん、はい、今年もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。はい、まあ、そして今ごきげんようとおっしゃいましたけれども、はい、その番組のナレーションの最後にごきげんようさようなら、これで締めた花子さんのナレーション、はい、ユーキャン新語流行語大賞トップ10入り、おめでとうございます。まずはおめでとうございます。ありがとうございます。それがね、私とても嬉しかったのは、はい、なんとね、原宿や渋谷あたりのロリータファッションの子たちがね、はい、出会いとね、別れるときにね、ごきげんようって言ってるっていうのを聞きましてね、はい、とっても嬉しかったんですよ。そうですよね、久しく日本からこの挨拶消えてましたからね、それまた復活したということですね、このドラマをきっかけに。中園さんにしてみればしてやったりだと思いますけれど。そうですね、もうまだご紹介もしてないですが隣でクスクス笑ってらっしゃいますけどねさあ、この番組は TBS ラジオキーステーションにお送りしている三輪明宏バラ色の日曜日の新春恒例スペシャル版です。三輪さん、改めまして今年もよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。そして今年も素敵なお客様をお招きしております。先ほどもお話に出ていました NHK 連続テレビ小説花子とアンや大ヒットドラマドクター X などを手掛ける脚本家中園美穂さんです。中園さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。正月から読んでいただけて光栄です。おめでとうございます。ありがとうございます。さて、今回は美穂さんがぜひ中園さんに出演いただきたいということで実現したわけなんですけども、まずは中園美穂さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。ご出身は東京都、日本大学芸術学部をご卒業後、会社員そして占い師などを経て29歳で脚本家デビュー。その後、松嶋菜々子さん主演の大和なでしこ、篠原涼子さん主演の派遣の品格、米倉涼子さん主演のドクター X、 外科医大門未知子などなど数々の大ヒットドラマの脚本を担当。昨年は美穂さんがナレーションを務めた NHK 連続テレビ小説花子とアンの脚本を手掛け、関東地区の平均視聴率がなんと 22.6%、 過去10年間の朝ドラで最高記録をこれは達成したということなんですね。美穂さん、ナレーションを担当した花子とアン、まずは中園さんの脚本いかがだったでしょうか。私が聞くのも失礼なんですが、私はね、申し上げても僭越なんですけれどもね、全部基本通りに作ってあるんですね。で、一話一話にね、必ずね、はい、クライマックスがあってどんでん返しがあるんですよね、はい、これ一話一話ね、短い15分の間にね、それをね、仕掛けを作るっていうのは並大抵のことじゃできませんしね。で、そしていろんな階級の階層のいろんな方たちが見えてらっしゃいますから、はい、その方たちが喜ぶようなキャスティング、うーん、で、例えば若い女の人たちがね、ご覧になるように、で、その男の人たちがね、全部素敵に魅力的に見えるように書いてあるんですよ。脚本でね、吉田鋼太郎さんなんていうの、まあ、でもご婦人方の、ね、意見を聞きますとね、はい、そうした、ああいう人抱かれたいよってそういうふうに。だって、はい、吉田さんとはそんな美男子ではいらっしゃらないんでしょ。弊社がモズというドラマに、ね、出ていただきましたけど、ね、だけどそれがすごいめくるめくようなね、うん、セクシーさに見えるということは、はい、中園さんのやっぱり陰謀ですよ。もうね、中園さんがもうずっと絶賛の嵐を受けてどうしていいかわからないという今表情をされてるんですけど、もう絶賛今シャワーを見ていかがですか。中園さん、本当に日本の超一流の男性をご存知の皆さんにそういうふうに言っただけたんで、もうちょっと恐縮してましたけれど、やっぱり長いものなんで、私も初めて挑戦してヘトヘトになるんですよ、書いてて。そうするともう怠け者なのでパッとこう逃げ出したりしたくなる日もあるんですよ。その時になぜかいつも皆さんからお電話いただいて、心強くね、励ましていただいて、私そのおかげでなんとか逃げずに
書き上げられたと思ってます。どっかにこう仕事部屋に隠しカメラで見てらっしゃるんじゃないかと思うぐらいもうやだってこう叫んだりすることあるんですけど、はい、そういう時に必ずなぜかごきげんようってお電話くださるんですよ。全くの偶然で。そうなんでしょうけど何か見えてらしたんじゃないのかな。三輪さんだと偶然ではなさそうな感じしますよね。はい、本当に何度も救われました。私はお邪魔虫だと思ってましたんですけど、ね、でもないです今日は話が盛り上がるそうです。さあそれではこれからたっぷり1時間お二人の新春愛のスペシャル対談をお送りします。三輪さんそして中園さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。三輪明宏バラ色の日曜日スペシャル愛の手引き書2015三輪明宏バラ色の日曜日スペシャル愛の手引き書2015。改めましてごきげんよう、三輪明宏でございます。脚本家の中園美穂です。 TBS アナウンサー安藤博樹です。この番組ではお二人の新春スペシャル対談をお送りします。愛の手引き書第一章、人生はドラマ。さてここからは花子とアンやドクター X など数々の大ヒットドラマを手掛ける脚本家中園美穂さんにプロフェッショナルとしての仕事術などを伺います。まず中園さん、そもそも脚本家になられたきっかけから伺ってよろしいですか。はい、これ新年から嘘つくわけにいかないので正直に申し上げますけれどぜひお願いします。脚本家の人にちょっと一目惚れをしたんですよ私。それで道を歩いていて遠くからもう一目惚れしてしまって、でその方にねその後ね付きまとっちゃったんですよ。本当に好きになっちゃった。ストーカーっていう言葉がない時からストーカーやってたんですよ。ホテルに缶詰になって脚本家の方書かれますよね、そのホテルのロビーでずっともう次の日からこう待ち伏せしてた、まあ、ストーキングしてたんですよ。それで、まあ、ご機嫌のいい日はあれ君またいたのって言って、じゃあご飯でも食べるってちょっとラーメン一緒に食べてくださったりするんですよ。それでまた舞い上がってずっとそんなこと半年ぐらいしてましたら、もう二度とここに座ってちゃダメだって言われたんですよ。あら、まあ、それで今度座ってたら、警察呼ぶぞって言われたんで、本当にストーカー今思うと本当に身勝手な一方的な思いで、ね、こんな美人なのに、ね、中園さんの二十歳ぐらいの写真をね朝日新聞で拝見したんですけど、とってもお綺麗、もう美少女ですよ ねおいくつぐらいの時ですか。それ26歳の時です。忘れもしない。それでそれからとぼとぼと山手線の渋谷駅まで引き返してですね、ホームに座ってたんですよ、呆然自失状態で、で電車何台も何台もやり過ごして乗る気にもなれずに、明日からもう会っちゃいけないんだけど、そしたらハッと、あら脚本家になったらまたお会いできるんじゃないかと思ったんですよああ、そういうことか。それから、国立国会図書館って全ての本が揃ってますよね、はい、ありますね。あそこへ毎日通って、その方の脚本が出ている雑誌だとかそういうものを全部調べて、で書き写したんですよ。でそれが唯一の脚本修行で、で2年後には脚本家になってましたから、まあ、そういう時のマイナスのエネルギーっていうのは女の人はすごいなと。だから結局はね、はい、本当にあざなえる生のごとしでね、もうこれはもう最悪な出来事だと思ったことがね、はいはい、後で考えると最高のいいことだったりする場合多いですよね。本当にそうですね。まさにそうですね。ただでは転びませんでした。あ、そうですそれは脚本を写してたってことで、写経みたいなもんですね。そう、そう書き写すとこう全部頭に入るので、はいはい、本当にまあその時の、クソっていう集中力もすごいですし、それが本当に勉強になりました。まさにドクター X の大門ですねきっかけは失恋という感じですかね。はい、大失恋です。でさらにちょっと面白いエピソードを伺うんですが、占い師もされているそうなんです。されていらっしゃったんですよね。占いって大体女性が圧倒的なお客さん多いですけど、唯一例外があって、それは政治家と財界のトップの方はお好きですよね、占いがね。そういう方見てました。あ、実際に。
生意気ですけど、あの20代の時に。正直放送するかどうか別にしてお話を名前を伺いたいぐらいですけどね。そうですよね。で、やってらっしゃったんですね、実際に。はい、それで。まあそうするとね、あの、テレビのニュースで拝見すると、もうチリ一つないスーツをお召しになって、もう何の弱みも何もほころびもないような顔をなさって、もう本当にあのスーパーマンに見えるんですけれど、占い師の前では一番弱みを晒してくださるんですよね。で、それが結構くだらないっていうか、あの、奥さんが、金遣いが荒いだとか娘が言うこと聞かないだとか、もう普通のお父様と同じことをおっしゃってて、なんかチャーミングだなって、人間ってああこういうものなん、こっちの顔の方がむしろ私は素敵だと思ったんですよ。だから私の書くドラマってみんなあのダメな人が、あの完璧なスーパーマンみたいな人は書けないので、みんなどこかほころびとか弱みとかそういうものがある人をついそういう方しか書けないですね。だからその占いのお仕事ってな、本当財産におなりになったのね。そうだと思います。私徹底的にあの取材はするんですよ。あのといっても私の取材ってちゃんとあの会議室できちんとした取材ではなくて、だいたいあの飲み屋さんであの雑談してお酒を飲みながら伺うんですけれど、そうすると一番間違いがありませんね、そういうのはね。そうなんですよ、取り繕えないので、最後は人間ってで、そういう時にちょっと面白いセリフなんかをこういただいて、それを書いてるんですよ。いつもそう。ギョイはね、あれはね、ある曲でね、本当にああいうことをおっしゃってる男性たちを見かけたんですよ。もう私おかしくてしょうがなくて。実際ですね。おかしいですね。シラフでそんなこと言ってる人たちがいるんです。真面目な顔いるんですね。いらっしゃるんですよ。時代劇かと思いましたね。それ取材の賜物なわけですね。で、まあ、中園さんといえば派遣の品格ですとか、ドクター X。まあ、働く女性をテーマにした作品を多く手掛けていらっしゃいますけども、はい、まあ、本当に痛快なんですが、これいわゆる男性社会に一石を投じたいみたいな、そんな思いっていうのもあるんですか？いやいや、そんな私ね、身の回りのことしか本当にわからないんですよ。それで、取材で、例えば派遣の品格で言うと、派遣さんたちと、飲み会をしたんですよ。ちょっと興味を持って、そしたらね、あの方たちね、なかなか本音をおっしゃらないの。秘密を守るのがご商売だから。ああ、そうですね。ね、それで、とっても正社員と分け隔てなく、よくしていただいてます、とかおっしゃるの。で、最後までそれで終わっちゃうんですよ。で、なんかこれはおかしいなと思って、何か彼女たちこうガードしなきゃならない何かがあるんだと思って、本当に宮さんおっしゃる通りなんですよ。その自分たちがそこで本音を言ってしまって、もうひどい実はいじめだとかそういうことあるわけですけれど、それがもし今ここで喋ったことがどこかから会社に入ったりしたら、すぐに明日もう来なくていいよって言われる立場が弱いので、やっぱりそうやっていつも守って生きてるっていうのが何ヶ月かした時に、ある一人の女性が、まあセクハラだったんですけど、それは。その話をしだしたんですよ。その途端にそこにいた全員が泣き出して、あ、これはみんなこういう目に遭っているんだと。それで、やっぱりこの人たちのこの本音は、やっぱりドラマで書かなきゃいけないんじゃないのかなと。で、それで派遣の品格っていうドラマ書いたんですけど。それでも当たったんですね。そうなんですよ。だけど、本当にね、それを派遣社員が言っちゃったら、本音を、その瞬間に首切られますから、首を切らせない方法を考えなきゃいけない。それで、実は大前春子っていう篠原涼子さん演じたヒロインは、あらゆるスキルを持ってるんですね。助産師さんもできちゃうし、工事現場でも働けちゃうし、ブルドーザーは運転しちゃうし、何でもできちゃうんですよ。それだけ、スキルが高いと正社員も頼らざるを得ないので、首にできないと憎たらしいけどっていう、そういうヒロインをその本音を言わせるためにはどうしたらいいだろうと思って、その逆算でそういう。あれは見事でしたよね。私あれ思い出したんです。あれ見ててね。昔ね、テレビで見てたら科学の時間にね、虫でね、ふんころがしじゃないけど、ああいうふうな虫でね、煮ても焼いても叩いても絶対死なないって虫がいるんですね。びっくりしちゃった。火の中にあれしても死なないんですよ。だからね、派遣の品格の時にね、あの虫だった。それは思い出されたね。かっこいい。そうですね。
でもそうですよね。でも実はいろんなことを一番俯瞰で見てるのは派遣の方だったりしますよね。そうなんですよ。実はもういろんなこと分かってるんですよ ね。あの人はこういうずるいところがあって。業者さんのね、守秘義務と同じですよ。そうですね。でもその分苦しんでらっしゃるってことですよね。いらっしゃったってことですよね。さて、でもね、はい、それを男の人がもしね、女の人の仕事を男の人がやってたら、とっくにノイローゼか、頭おかしくなってますよ。そうかもしれないですね。女だからね、耐えられるんですよ。強いですからね、それは。そうですね。本当にそう思いました。私、取材してた時に。あ、そうですか。その日泣いてそういうことを話してくれても、ね、次の日はまたちゃんと綺麗にお化粧して、おしゃれして、その辛い職場に行ってニコニコしてるわけですよね。そのたくましさっていうか、そこにまたすごく魅力的だなと思って、彼女たちを少しでも、応援したいなと思って派遣の日に書きました。そうでしょうね。だから僕は女性が好きだし尊敬してるんです。さあ、そして最後にですね、中園さんから仕事について三輪さんに質問というか相談があるそうなんですね。実はこの番組の前、事前にメールでいただいてたんですけども、私から紹介させていただきます。中園さんから三輪さんへの相談です。情熱的にお仕事に向かっている三輪さんを拝見していると、自分の怠けっぷりをどうにかしたくなります。怠け者はどうしたら治りますかという相談、質問なんです。いかがでしょうか。それは私がご相談したいことです。私が怠け者なんですよ。どこがですか。いや、タイムずっとね、やってらっしゃって、いろんな役割もやってるし、もう怠け者っていうのはちょっと、そこだけは皆さんちょっと信じられないし。いや、私はね、怠け者ですよ。どういうところですか。いや、だってフランス語だってね、はい、もう中学の頃からずっとやってるのに、いまだにね、流暢に喋れませんもの。で、英語だってそうですよ。あれだけ習ってたのに、はい、とにかく、もうすぐ忘れてしまってますでしょ。だから中途半端なんですよ、全部。ただ今、ずっとやってるのをつらつらと考えると、責務っていうか、責任感みたいな、そのお客様とかね、ファンの方とか、周りのスタッフとか、だからそういった人たちのためならね、頑張れるんですよ。自分のためとなるとね、まずダダ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 ダで怠け者なんですよね。何にもしたくない。全くこれどうしましょうか。いや、はい、本当にね、手を抜かれないんですよ。そのナレーションやっていただいても、はいはい、全部違いますし、結論言っていいですか、僕から。朝ドラをの曲もしっかり書き上げた中園さんも、それを表現した三輪さんも、怠け者ではございません。ということで、このコーナーですね、脚本家のお仕事について中園さんに伺いました。ありがとうございます。三輪明宏、バラ色の日曜日スペシャル。明宏さんの歌で群衆をお送りしました。さて、この後はお二人に愛について語っていただきます。お楽しみに。三輪明宏、バラ色の日曜日スペシャル。それではここで、三輪さんの公式サイト、三輪明宏霊人だよりからのお知らせです。ただいま、三輪明宏霊人だよりでは、元日から1月15日までの期間限定で、会員の皆様に楽しいお正月企画をお届けしています。まずは、三輪さんから皆さんへの新年のご挨拶、スペシャルメッセージ動画、そして三輪さんのスペシャル待ち受け画像、三輪さんの直筆サインが入った本や、音楽会会場限定販売のミワチャマ T シャツ、さらに霊人だよりオリジナルのミワチャマストラップのプレゼント、かわいいミワチャマの年賀状などもご用意しています。皆様もぜひお手持ちの携帯電話またはスマートフォンで、ミワアキヒロと検索して、公式サイトミワアキヒロ霊人だよりに遊びに来てください。またお悩みバイバイコーナーでは、皆様のお悩み相談も行っております。こちらも公式サイト、三輪明宏霊人だよりからご応募ください。たくさんのご応募お待ちいたしております。三輪明宏、バラ色の日曜日スペシャル、愛の手引き書2015。三輪明宏、バラ色の日曜日スペシャル、愛の手引き書2015。またまた申し訳ございません。またまた改めまして、ごきげんよう。三輪明宏でございます。脚本家の中園美穂です。
TBS アナウンサー安藤博之です。この番組ではお二人の新春スペシャル対談をお送りしています。愛の手引き書第2章、愛の参加。ここからお話しいただくテーマはズバリ愛、ラブですね。愛の伝道師三輪明宏さんと大和なでしこや姉子、初恋など数々の恋愛ドラマを手掛ける脚本家中園美穂さんに愛にまつわるお話を伺います。まず中園さん、恋愛の中園と呼ばれる、まあ、恋愛ドラマの名手とも言われてるんですけども、どうですか、恋愛の、ご自身も描き方というのは変わってきたりするもんなんですか？それはすごく今恋愛ドラマってまず企画が通らないですね。なかなか視聴率が取れないので、やっぱり女の人たち、特に若い人たちが、もう恋愛に夢を見なくなってるんですよ、だと思うんですよ。だから本当に恋愛ドラマ若い人に向けて書いても見てくださらないんですよね、で、そう、逆に大人の方たちは今も恋愛ドラマを見てくださるんですよ。ですから本当は皆さん見たいんじゃないかと思うんですよね。それから恋愛ドラマのない世の中って私あんまり素敵じゃないなと思うので、これからもなかなか企画通りづらいですけれど書いていきたいと思いますね。でも昼顔なんかはね、かなり話題になったじゃないですか。というのはね、恋愛したくてもね、社会全体がね、恋愛の応援をするようなシチュエーションになってないんですよ。構造が。なるほど。だって恋愛が似合うようなね、音楽、BGM になるような、私とあなたの音楽よしって、綺麗なメロディーで美しい詩でね、で、それがかかった途端に、喫茶店に行って、それが流行ってて、偶然にその私たちのテーマソングっていうのはスーッとかかったら、何も喋れなくて目と目を合わせて、ふっと嬉しくなったりするとかね。で、そういうものでは何かとか、衣装、ファッションもそう。恋愛に似合うようなファッションとかね。で、全部がね、すべてが昔はね、貧しいながらもね、お膳立てができてたんですよ。今はね、お膳立てを全部取っ払っちゃった。なるほどね。だから、やっぱり今の若い人気の毒ですよね。そう言えばそうですね。デートしててもお互いに、ね、スマートフォンをこうやって持って全然目も合わせないでバラバラなことしてますよ。二人とも下向いてこういじってたりしますもんね。確かにね。これはちょっとなかなか恋愛育ちにくい環境かもしれないですね。それとやっぱりセリフですよね。シャレたセリフ、粋なセリフ、でフランス語話のようなね、シャレた会話とかなんとか、そういうものを知らないんですよ。だから三島由紀夫さんが私にね、君はね 95% の長所があって、でね、あとの 5% はねもう ひどい短所だと、そのたった 5% の短所が 95% の長所をね、もう全部ダメにするだけのひどい短所があるって、で私は、わあ素晴らしいわね、そんな偉大な短所があるなんてって言って、何って言ったらね、俺に惚れないことだ。そういう意気ですね、そういうセリフがね。でしょ？でしょ？いえ、私はね、敬愛する人には恋愛感情は抱かないでよって言ったんですよね。じゃあどういう人が好きなんだって言ったら、哀れでかわいそうでね、とにかく好きだらけのそういう人っていうのは、もう容姿予防年齢一切関係なくて、そういう人は魅力的でね、好きだねよって言ったらね、君は後悔してるぞって言った。で、何がって言ったら、俺がね、君と別れて帰っていく雨の日のね、後ろ姿を見てみろ。振り付きたくなるほどかわいそうだぞって。素敵。それもでもです。面白いでしょ。そういうセリフのね、応酬がね、あっちこっちで聞かれたりね、参考になったりするようになると、だ恋愛の楽しさとかね、そういうものが人生が潤うじゃありませんか。そうですね。ねえ。これも中園さんの恋愛ドラマのですね、脚本も期待したいですね。まだまだじゃあ。そうですね、書きたいですね。今のなんか伺ったら本当にそのまんま、ドラマの一場面として書きたくなりますよね。はい、まあ、パクったことになっちゃうから、ちょっとお願いしていいですか。はい。ぜひ TBS でお願いします。ああ、そうか。はい、すいません。そうです。ここ TBS でしたね。はい、そうなんです。NHK の話ばっかりしてて。すいません。そして三輪さんは中園さんが脚本を手掛けた白鳥玲子でございますが。大好きなの。ですよね。自己肯定のもう最たるものでね。はい、自己否定とかね。
もう自己嫌悪っていうのが欠片もないんですよね、はいはいはい、あれはだからね、私絶対ハントすべきだと思うんですよ、人間の、はい、いや私も大好きですよ白鳥玲子、あの私が最初に書いた連続ドラマなんですよ実は、それを見てくださってたって、三輪さんが見てくださってたっていうのが本当に驚いたんですけれど、私皆さんに見なさい見なさいって言ってたんですよ、あ嬉しいです、あのね本当超ポジティブシンキングなんですよね、でちょっと落ち込んだりするんだけども、1秒後には顔を上げてハハハっておほほほってそうそうそう、なかなかに笑って、あこれは私が愛されてるからだわって、全部そういう風になるんですよね、そうそうそう松井幸さんの白鳥玲子を中野さんがお書きになって、はい、それが美穂さんがお好きということね、しかもその偶然その人が最初に、私がでポリシーとしてね、はい、いつも申し上げてることがそのままあの画面で出てたんですよドラマその具現化されてたということなんですね、うん、そう、はあ、ここに来ても美穂さんがその白鳥玲子でございます、見てる絵というよりもちょっと面白いんですけどね、さあ最後に美穂さん、愛といえばですね、今まあいろんな背景があります、日本に必要なのはどんな愛でしょうか。だから無償の愛でしょ。なかなかできないですけどね。与えっぱなしで。だから皆さんやっぱり人間である限り、はい、この煩雑な世の中でね、皆さんそれを求めてらっしゃると思う。求めてるけど自分は与えようとしないんですよ。それが逆だと思うんですよ。なるほどね。あの求めなくていいんですよ。はい。いやー、毎年結論はここにたどり着くわけなんですが。ということで、お二人に愛について語っていただきました。ありがとうございました。美輪明宏、バラ色の日曜日スペシャル。さあ、美輪明宏さんの歌で愛の賛歌をお送りしました。さて、この後は美輪さんが手掛ける舞台、黒トカゲのお知らせを挟んで、戦争と平和について伺います。引き続きお付き合いください。美輪明宏、バラ色の日曜日スペシャル、愛の手引き書2015。それではここからは毎年恒例、美輪さんの手掛ける春の舞台のお知らせです。今回上演するのは江戸川乱歩原作、三島由紀夫脚本の傑作舞台黒トカゲ。美輪さんは演出、美術、衣装、主演、そして共演はNHK 連続テレビ小説花子とアンにも出演された木村翔吾さんと中島歩さんです。まずは美輪さん、この黒トカゲについて、はい、どんな舞台になりますか。これは女賊と名探偵明智小五郎の、うん、つまり騙し合い、はい、でそして実は騙し合いはしながら、うん、お互いに惹かれ合う、うん、で私のもうつまり最後の黒トカゲになると思うんですね。あ、今回は、ねえ、まあ、大変なんですよ、はい、肉体的に。それはもう男装になったりで、はい、着物からドレスに変わったり、はい、セリフが膨大にありますしね。うん、そうですね。中途半端なあここはダメだった、肉体的にちょっときつかったなっていうようなものはお目にかけたくありませんのでね。なるほど。超な黒トカゲの方が後半になると思うんですけども、これでもおそらくご覧になる方は何度もご覧になっている方も多いかもしれませんね。いらっしゃいますよ、はい、うん、ですからやっぱり昨日より今日、今日より明日って練り上げていかないと、再演の値打ちないですからね。なるほど。また再演ですかっておっしゃる方いらっしゃるんだけど、じゃあその再演がいけないんだったら、じゃあシェイクスピアどうするんですか。そうですね。歌舞伎はどうするんです。能、はいはい、狂言はあれ全部再演ものですよ、すべて。それをね、なんだかね、評論家の人でもなんかジャーナリストの人、まあ再現しちゃいけない、なんか罪悪みたいに思い込んでるおかしな人たちがいるんですよね。ではそのおかしな人たちは放っておいてですね、詳しくお伝えいたしましょう。ありがとうございます。美輪明宏さん主演の舞台黒トカゲ、まず東京公演が4月4日土曜日から4月19日日曜日まで新国立劇場中劇場で行われます。そして横浜公演が5月15日金曜日から5月17日日曜日までカート神奈川芸術劇場で行われます。チケットの一般発売はどちらも今月1月18日日曜日からです。またですね、関東ではパルテノン多摩と大宮ソニックシティでも公演を行います。その他大阪、名古屋など全国でも公演を行います。詳しい情報はパルコ劇場の公式サイトからどうぞ。はい、私のね
今年はちょうど80歳にもなりますので、80歳の黒トカゲも面白いんじゃないかと思いますので、どうぞお楽しみ、まあお苦しみにならないように努めてまいりますので、お楽しみなさっていただきたいと思います。さあ、それでは三輪さんの舞台黒トカゲ、ぜひご期待ください。三輪明宏バラ色の日曜日スペシャル、愛の手引き書2015。三輪明宏バラ色の日曜日スペシャル、愛の手引き書2015。改めましてごきげんよう、三輪明宏でございます。脚本家の中園美穂です。 TBS アナウンサー安藤裕樹です。この番組ではお二人の新春スペシャル対談をお送りしています。愛の手引き書第3章、戦争と平和。先ほどは愛についてお話を伺ってまいりましたが、ここからはテーマが変わります。もちろん皆さんご存知だと思いますが、今年2015年は戦後70年の節目の年です。そこで戦争と平和について三輪さんに伺います。三輪さん、まあ、70年前終戦当時、まあ、一体どんな状況だったんでしょうか。いや、もう、本当にね、私ね、花子とアンのね、NHK のドラマね、見ててね、涙が出てきたのはね、もう本当に中園さん、どこからあんなことをね、お調べになったのかしらと思うような、風景が出てきてね、闇市のシーンがありましたでしょ。はい、で、そしてね、アニヤンがね、呆然としながらずっと虚脱状態である。ああいう人ばっかりだったんですよ。それから傷病兵士がね、はい、そこに箱を置いといてね、そして立ってて記者を仰いでたんですよ、通る人ごとにね。で、そして花子がね、あの頃にね、戦争中にもし英語バージョンのものをね持ってたりなんかするとスパイと間違われて大変な目に遭ったんですよ。だってレコードを聴いてるだけでですよ。しかも日本のね、エノケンさんやね、二村定一が歌ってね、アラビアの夜は更けてて、流行歌ですよ。それを聴いてるだけで密告されちゃって、それで引っ張ってくる、この戦時下においてね、大敗的な歌を聴くと何事だということで、それで、ご主人帰ってみたら、もう足が一生不自由な体にされてたんですよ。拷問で。はい、音楽聴いただけですよ。つまり英語なんていうのはね、適正語であると、はい、バイオリンという言葉もいけないっていう、はい、じゃあ何て言うんですかって言ったら、真面目に言ったんですよ。ひょうたん型いとこすり機、そういえってバカでしょ。そうですね、そういう時代ですもの。で、そしてね、とにかくって食べるもの着るもの住むところもない、もうみんな大変でしたよ。飢え死に寸前でした。で、南方の方の兵隊さんたちはほとんど飢え死にですからね。で、そういうものが大本営発表で嘘ばかりカタカタカタって言われてて、そして負けました。で、ピカドンで私も長崎で原爆に遭いました。で、そしてね、無政府状態ですよ。マッカーサー元帥が日本中を治めてましたからね、アメリカ人だらけ、4丁目のね、交通整理だって、MP って言ってね、アメリカの GI のちょっと警察みたいな、タイロンパワーっていうね、ハリウッドの人気スターを連れてきて、そこで交通整理やらせたんですよ。人気取りで、そういう時代でしょ。日本の政府は手も足も出ないんですよ。食べるものは全部配給でしょ。どうしたかって言ったら、みんなね、政財官会じゃなくてね、庶民がね、技術者とか職人さんとかね、まあ、そういった人たちが全員で結束して闇市場作って、お金のないうちがないでしょ。物々交換ですよ。ね、で、闇米をね、やっとね、仕入れて、で、着物やね、ラジオやカメラをね、交換して、芋や米を持ってきたと。持ってきたら今度は、闇米狩りっていうのがあって、ね、警察に巻き上げられちゃうんですよ。で、それ巻き上げたのはどうしてる？警察の連中は自分たちで食べてるんですよ。もうめちゃくちゃ無警察地帯で、無法地帯。でも、庶民が負けないでね、そこから立ち上がっていって、それで、あれで今日の繁栄まで築いていったでしょ。
で、だから闇市のシーンのね、NHK でやってた時にね、もう本当にね、将棋軍人の人たちがね、片足の人とか片腕ない人とか、まあ両手があるんだけど、アコーディオンを弾いたりなんかして、ほいで、昔の古い流行歌歌ってね、で、そして、寄付してもらって、で、とにかくみんなで呆然自失、今まで信じてんだったものがね、全部瓦解したわけですから。そうですね。そこから這い上がっていったというのがね、だからそれをね、私改めて花子さんに出ててね、私は戦前の生まれでしょ、で戦前戦中戦後思い出されて、よくまあ日本人ってしたたかですよ、よくやってきましたよね。でもその経験された方がね、当然いらっしゃる中で、その脚本だりもドラマを作らなければいけないという意味では、はい、やはり取材というのは相当やっぱり大変ですよね。そうですね、NHK が、まあ、資料いっぱい用意してくださるんですけれど、はいはい、私はそういう歴史的な文献とかそういうことではなくって、庶民の暮らしが知りたかったんですよ、でそういうものを特に多く読みましたね、でちょっと書いていて苦しくなって筆が何日も止まってしまったりしました。それはあれです。その時もね、本当宮さん電話くださったんですけれどね、あれですよ。今の空気と少し似てるような気がしたんですよ。おっしゃる通り。それで、なんか辛いなって、ここ書くの辛い、書いていることが辛いなと思いましたね。でも本当に集団的自衛権とかね。まあそうですね。徴兵制でもあり得るなんて、橋場さん、おっしゃる方がいらっしゃるし、そうですね、だって日本はね、戦争できない国なんですよ、やりたくても、だって資源がなくてでしょ、石油もなくて、何の資源もないんですもん、どうやって飛行機飛ばすんです、石油も何もなくて、しかもね、ないない尽くしなんですよ、だって、ね、武力もとにかく財力も資源力もアメリカやフランスに比べたらもう向こう原爆作った時に私たち竹槍作ってたんですから。そうですよね。で今もそうですよ、大した資源も何もないんですからね、何を考えてるんだかと思いますね。それではですね、中園さんからの質問、先ほどもご紹介しましたが、また中園さんから三輪さんへの、質問ですね、ご相談ですね。花子と案を書いていて、太平洋戦争へ向かう時代と今の空気が似ていて、今おっしゃっていました。脚本を書き進めるのが苦しくなりました。私は一人息子を徴兵で捉えるのは真っ平です。どうしたらみんなが平和を祈れるようになるのでしょうか。いかがでしょうか。だからそれは分析力ですよね。それからグローバルに、つまり次元を超えて分析して、で比較論でこうなったらこうなったらこうなる。だから全員でね、将棋や囲碁、チェスをやるといいと思うんですよ。八目作品をずっと見てなきゃいけないんです。だから人生もこう国の運営も、こうすればこうすればこうなる。じゃあどこからどういうふうになってどうなるかって。それが日本人に一番欠けてるんですよ。目先のことだけ。今のことだけ考えてる。だから、田中角栄さんがね、日中国交回復で、周恩来に会った時に、で第二次大戦でお宅の国に迷惑をかけましたってお詫びになったら、いやいや自分の国こそね、あんたの国に迷惑をかけましたって、で田中さんびっくりなすって、でどうしてですかってお聞きになったら、儒教なんて変なものがお宅の国に行ったから、お宅の国がああいう封建主義の軍国主義の変な国になったんだって、こちらこそお詫びします。向こうはね、白髪三千条のスタンスで、グローバルに何千年単位のね、でこれから先のことも、ね、全部そうやって対極的にものを見てんですよ。そこが日本人は欠けて、まあ狭い国でね、近視眼的なのはしょうがないけれども、これからはね、そういうふうに、ものの見方を変えていくには、これ小さい頃から将棋とか、はい、囲碁とか、はい、チェスもやらせるべきだなと思ったんですよ、はい、先を読んで対局を読む、そう、そう思いになりません？あ、そうですね。今そう言われても、でも今から子供たちにチェスや将棋を教えてる間に徴兵に取られそうで、本当に今恐ろしいですねって、
よく三輪さんが文化の大切さっておっしゃるじゃないですか、はいはい、私ね今度のその花子たん書いていてしみじみそう思いましたね。ああいう文化愛する気持ちがあれば、心に栄養がたっぷりあれば、誰も戦争なんか向かわないんじゃないかと思って、その人間の作ったものを愛して、人間を愛していれば、そんなバカなことは考えないだろうというふうに、改めてしみじみ思いました。本当におっしゃる通りでね、文化っていうのはね、あんなものね、あたってね、食っていけないんだからっていうおっしゃる方がいらっしゃるんですけど、精神のね、ガス抜きなんですよね、うん、ノイローゼやねやっぱりおかしくね神経がね、うん、もうとにかくパニック状態になってる方が今たくさんいらっしゃるでしょ、うん、そこへらじゃんそういった犯罪もというのはそういった人たちが文化の栄養を取り入れてないんですよ文学、うん、本を読まない、うん、詩も読まないで書かない、うん、でそして音楽もクラシックからないからいい音楽美しいのもたくさんあるそれ一切聞かない、うん、そうかといってカラオケに行くわけでもない、はい、とにかく文化っていうものがいっぱい美しいものってなぜ存在するかって言ったらノイローゼにならないように、はい、ちゃんとそれをね、はい、心の栄養剤としてビタミン剤を取るようにちゃんと作り上げてきたんですよね、はい、だから栄養失調だったんですよみんな、うんうん、心のね、精神の、はいその栄養を与えてくださるのが中園さんのような、まあ、発信する方たちですよね。いや、責任重大ですね、それは。でも、花子たんをね、見た人がそういうふうに同じように思われたと思うんですよね、やっぱり。だから、花子とアンにはね、それがたっぷり詰まってたんですよ。はい、そうですね。ええ、そういう文化が。はい。もう、愛と文化。はい。素晴らしい結論いただきました。でも本当にちょっとね怖い流れも日本にもある中で皆さん改めて、ね、また考えていただければと思います、ということで戦争と平和をテーマにお二人にお話を伺いましたありがとうございましたこちらこそありがとうございましたありがとうございました三輪明宏バラ色の日曜日スペシャル愛の手引き書2015三輪明宏バラ色の日曜日スペシャル愛の手引き書2015さあお送りしてまいりました三輪明宏バラ色の日曜日スペシャルでございました皆様いかがでしたでしょうか本当に中園さんの話面白かったですねでは中園さん本当に今日はお忙しいのにありがとうございましたいかがでございましたか。いやありがとうございました。いいお話たくさん伺えてやっぱり今年も頑張らなきゃって思いました。改めてありがとうございました。はい。さあそれではそろそろエンディングの時間です。最後にお二人の今後の活動などをご紹介します。まず中園美穂さんですが脚本を手掛けた NHK 連続テレビ小説花子とアンの DVD& ブルーレイボックスが、まあ、全3巻あるんですが2巻まで発売中です。そして最終巻となるボックス3が今月28日水曜日に発売されます。これ今日お二人の話を伺った後に見るとまた格別かもしれませんね、花子さん。そうですね。いろんなエピソードもね、今日ご披露いただきましたので、ぜひ皆さんこちらお買い求めいただければと思います。そして三輪さんなんですが、今月から3月まで全国でコンサートがあるんですね。タイトルは、はい、三輪明宏ロマンティック音楽会。これはどんなコンサートですか？ロマンティックコンサートでございます、はい、その花子とアンの時代のね、はい、明治大正昭和初期で終戦後までの叙情的な歌だけを集めて、うん、で心の本当に栄養になりますのでぜひお立ち寄りいただきたいと思ってます、はい、ありがとうございます。それでは日程と会場をお伝えします。三輪明宏ロマンティック音楽会関東での公演は1月10日土曜日神奈川県の相模女子大学グリーンホール1月17日土曜日千葉県の森のホール211月24日土曜日埼玉県の大宮ソニックシティ1月30日金曜日東京都の五反田ユーポートホールそして1月31日土曜日と2月1日日曜日にはカート神奈川芸術劇場で行われます。その他にも愛知、静岡、大阪など全国で公演が行われます。
詳しくは三輪明宏さんの公式サイトをご覧ください。それでは皆様、そろそろお別れの時間でございます。お名残惜しゅうございますけれども、中園さん、安藤さん、今日は1時間本当にありがとうございました。お二人とも愛してます。もちろん我々もね、もちろんそうですよね、中園さん。はい、もちろん愛してます。ありがとうございます。さて、お聞きの皆様も愛してます。ぜひまたお耳にかかりたいと存じます。それまで皆様どうぞお元気でお過ごしくださいませ。ごきげんよう、さようなら。今年2015年が皆様にとって愛にあふれた素晴らしい年になりますように。